デルナ、または、ダルナは、リビアの都市。2011年、の人口は約10万人。リビア東部に位置し、地中海に面する港町で、デルナ県の県都である。デルナは、緑の山を背後に抱え、地中海と砂漠に挟まれた、リビアの中でもユニークな環境を持っている。デルナは、リビアでも雨の多い地域である、ジュベルアフダル山地の東端に位置し、肥沃な土地と、 豊かな森林に囲まれている。気候は快適であるが、冬には気温は4度から14度となり、稀に気温が0度以下となることもある。そのため、雨や時折雪が冬には降る。デルナは地中海を一望できる緑の山地及びマジや滝でもリビア国内で知られている。デルナの古い史上デルナの歴史は古く、ヘレニズム時代にはすでに、 キレナイカのご都市地区の中の一つとなっていたなお、ペンタポリスの五つの都市とは、西からアポロニア、キレネ、プトレマイス、バルス、トクラオサシ、デルナはその中には入っていない。当時はダーニス、またはダーンと呼ばれていた。ローマ帝国時代にはダーニス、またはダーナと呼ばれるようになった。ローマ帝国時代にはキレナイカの宗教中心地となっていた。その後イスラム化され、 1493年には、ナスル朝の滅亡によって、アンダルシアから流れ出たイスラム難民を受け入れている。オスマン帝国の支配下に入ると、デルナは、トリポリの管轄下に入り、トリポリに、カラマンリーアが成立すると、その支配下に入った。1772年には、デルナで最も古いモスクであるエール、マスジドあるアティックが、マフムードカラマンリーの手によって建てられている。 1800年には、フランスの帝徳が、ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征を支援するため、デルナに上陸しようとしたが、地元の守備隊に撃退された。デルナの街を攻撃するアメリカ海兵隊1805年には、アメリカ合衆国とカラマンリーアサの間に第一次ワーバリ戦争が起き、エジプトのアレキサンドリアから精神指摘、ウィリアム・イートンとプレスリー・オバノン率いるアメリカ海兵隊と、 カラマンリー朝サが激突し、ダーネの戦いが起きた。この戦いでアメリカが勝利して、デルナは一時アメリカに占領された。カラマンリー朝サ滅亡後、1835年にはベンガジの三弱の支配下に入り、イスタンブールのオスマン政府の統制を受けることとなった。1875年には、キレナイカバイレイエットの一部となった。 1850年代には4500人がデルナに住み農業、漁業、沿岸交易によって生計を立てていた。その後イタリアの植民地となった。第二次世界大戦においてデルナは北アフリカ戦線の舞台となった。1941年1月30日にオーストラリア軍がイタリア軍からデルナを奪取した。 1941年4月6日にドイツ軍がデルナを再占領したものの1942年11月15日にイギリス軍はデルナを取り戻した2011年2月18日2011年リビア内戦の国初期にデルナはハンカダフィ派の支配下に入り内戦終結まで一度も奪回されずハンカダフィ派の拠点となっていたデルナには3つの広場がある もっとも人気のある広場はマイドーン・アサバであり、ここはカダフィ政権に対する抗議デモにも使用された。デルナの旧市街はオスマン時代の建築やモスク、シナゴーグ教会、古いスークが立ち並び、観光客が訪れる。デルナにはダーニス、エール・アンフラッキー、エール・シャレル、ニュース・アマートバの4つのサッカークラブがある。最も人気があるのは ダーニスで、ついで人気があり、ライバルとなっているのが、エールアンフラッキーである。ありがとうございます。